光が見える。てんてんてん。呼ばれてる？お、呼ばれてる、やっぱり。目を覚まして。目は覚ましてます。起きてます、起きてます。なんか宇宙船みたいな。目を覚まして。あ、あ、どういう状況？リンク、リンク、え、リンクどういう状況？大丈夫？あ、映して、あ、大丈夫だった、よかった。ちょっとドキッとしちゃった今。よかった、ちゃんと入ってました。入ってました。入ってました。よかったです。リンク、なんで水の中にいたの？おはよう。ここどこ？え、何これ？卵みたいな？卵？よく研究室にあるあの筒型の卵みたいな。おー、なんだこの装置。謎の装置がある。始まった？はい、どうも、ララノンです。ということで、本日から、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、やっていこうと思います。ピクミンに引き続き、ゼルダもほぼ初ですね。やったことがない。ので、ちょっと操作とか全然分かってないけど、やってみたい。基本的にあのね、旬が過ぎたゲームをやってる理由は、子供たちが飽きてから私に回ってくるんで、結構旬が過ぎてますね。シーカーストーン。長き眠りから覚めたあなたを導き出し。どういうこと？シーカーストーン。へえ。まあでも、まだまだこれはね、人気があるゲームだと思うんですよね。出てすぐは子供がやるんでできないの。これ何？あれ、なんかタブレットみたいな感じだね。そんな感じ。現代チックー！シーカーストーン。中央のパネルが光る不思議な板。初めて見るものなのになんだか懐かしい。終わったの？それだけ？なんかさ、ちょっとさ、古代にも見えるけど未来な感じにもするよね。あ、間違った。なんかそんな感じしないですか？古代に見えるけど未来な感じ。すごいわかりづらい。どこ行けばいいのこれ。なんか、星座みたいなのがいっぱいあるけど、星座ではないのか。ここ光ってるとこ行けばいい？どこ光ってるとこ。あ、ここか。宝箱ない？ほら。ありがとう！服ください！あ、服くれてる！ポーチを開く。プラスボタンで装備。こうだ。よかった。もうずっと裸かと思った。古びたシャツ。もうちょっとなんかいいの用意しといてくれても。わがまま。これだけ？持つって出てきたけど。投げたっていうか、普通に話したわ。間違ったわ、今。これは？押せるんだ。持つ。投げる。ほほん？何にもない。だいたい樽壊すとなんか入ったりするじゃん。そのパターンかと思った。ちゃんと隅々まで見ますよ。なんかあるかもしれないからね。あ、これか。シーカーストーンをかざすの。はい。これをかざすの？あなたの。なんかあれみたいなもの？カード。セキュリティカードじゃないけど。キーカードみたいな感じ？ピッつって。え、ゼルダってやったことないんだけど、毎回ゼルダって眠ってんの？獲得じゃねえ、確認しました。ロックを解除します。入った？声が裏返っちゃった。開いた？おー、眩しいよね。ずっとこんな暗闇にいてそんな光当たって大丈夫？ゼルダ。じゃなかった、ごめん、リンク。このハイラルを再び照らす光。はい。今こそ旅立つ時です。旅立つ
リンクっていつも眠らされてんのかな。そう、でゼルダの伝説って言うけど、主役はあくまでもリンクなんだもんね。最近新作出ましたね。あえてそっちじゃなくてこっちやります。ジャンプ X、 ジャンプ X なの、こう、 OK 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 OK、 よしよし。なんか X ジャンプってならない。 B、 あ、でも B ダッシュか。 B ダッシュだもんな。おお、うわー、すごい壮大な大地。文明なんて何もないけど。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。すごい、火山がもうめっちゃ吹き上げてるよ。しかもあの状態で止まってるよ。すごいね。確かこれオープンワールドだよね。息子がめちゃくちゃハマってて、チラッと見たことはあるんだけど、全然やったことはないね。あ、なんか拾える。拾っとくか。木の枝。振り回すのに絶妙なバランス。装備すれば武器として使える。へえ、こう、おお。この枝でいいんか、武器。もうちょっと弓じゃなかったっけ？やってないけど知ってるよ。リンクって弓じゃなかったっけ？ハエラルだけ。食べ物だ。食べ物必要だよね。やっぱ目覚めてるんだから食べなきゃね。寝てる間栄養どうしたんだろうね、リンク。リアルなことを考えてもダメか。ね、あれ、生き物さ、こういうの叩いたら、私の餌になる。いや、生きるにはやっぱりね、必要なことなんですよ。生きることにはね、何かの、もう命をいただいているわけだから、ね、野菜にしろ、お肉にしろ、誰かいる。待って、ここ欲しい。これ、どうやって取るの？飛びつく。飛びつく。取る。取る。お、リンゴだ！あ、なんか普通の食べ物もあるんだ。よく聞くような。取っていい？焼いてあるの勝手に取っちゃった。あと、ごめんなさい。ごめんなさい。冗談じゃよ。リンゴはこんがり焼いたぐらいがうまいんじゃ。さてさて、こんなところに人がいるとは珍しいの。あなたは？こんなじじいに興味があるか？おかしなやつじゃの。わしは、もうずいぶん長くここで一人じゃ。お察しの通り、変わり者のじじいじゃよ。してお主、こんなところで何をしている？なんか急に目覚めさせられたから何って言われてもね。問いに問いで返すとは、近頃の若者は全く困ったもんじゃ。だがここで会ったのも何かの縁じゃ。教えてやろう。ここは、始まりの大地。遠く、ハイラル王国の発祥の地と言われておる。ハイラル王国は今まだ存在してるの？何その、そこの先に、あ、これ？これ昔の王国、あ、王国かと。あれは、はるか昔より王国の祭事に使われておった神殿じゃ。100年前、その王国が滅んで以来、長らく放置され荒れ果ててしまったがな。あ、やっぱ王国は滅んでんだ。もうハイラル王国も何かわかんないもんね。ご覧の通りじゃ、今や誰もよりつかん、忘れられた場所よ。そうなんだ。おじいちゃんごめんね、目の前でリンゴ盗んで。でもついでにこれも取っていいかな。松明。絶対おじいちゃんのだと思うんだけど、取ってもいいでしょうか。その松明どうするつもりじゃ。火をつける。危ないやつめ。燃えやすい草の近くで振り回すんじゃないぞ。とはいえこの先には魔物もおるでな。いざとなったら武器として使うのもいいがな。適当に振り回さずに相手に向いてしっかりと間合いを取るのじゃ。間合い。はい。長押し効果、オッケー。で、あ、なるほど。これで、あー、武器がすぐ変えれるんだ。まあ今木の枝と松明しかないんですが、おじいちゃんもうお話しないの？うん、なんじゃ？何してるの？焚き火にゆっくり当たって、また焼きリンゴでもこしら、取ったリンゴをあげようか。食材はそのまま食うのもいいが、炙った方が栄養も増してうまいんじゃ。リンゴって焼いたら甘くなるよね。あー、リンゴ取ったし、あげた方がいいの。あ、待って待って。なんかそこにある。そして、火つけてみてもいいんじゃないか、これもしかしたら。はい。ここに火つくじゃんだって。これ、つかない？お、ついた！おー、で、すぐ横になんかあるのが気になるの、私。これ。お、木こりの斧！
山の木こりが愛用する木を切り倒す道具、素早く木を切り倒すことができる。え、あくまでも木？攻撃用じゃないの？武器かと思ってたんだよね、今、私。あ、あくまでも、木を切るのか。ね、この枝のリンゴが欲しいです。食べ物絶対大事だから、リンゴをくれ。これどうやったら、あ、ダーッと取れない。てん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 。え？呼ばれてる？呼ばれてる？どこから？親切。ありがとう、教えてくれて。マイナスボタンね。これ？ここに行けって。わかった。うん、ここ行くわ。どこからか美しい女性の声が聞こえてきた。声が美しいの？それとももう声でこの人は美しいって判断したの？シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのだと、目覚めた時に手に入れたこの不思議な板は初めて見たはずなのに懐かしい気持ちがする。マップはマイナスボタンで開けるようだ。了解です。わかった。あのね、私はそれよりリンゴが欲しいの。ごめん、リンゴ取るのお邪魔しないで。最低。え、どうやったらもうダメだ、取れないや、あのリンゴ。もう木切ったろかな。木切ったろか。ふっ、よこせリンゴ。あれ？取る。どこにでも持ち運びできる薪。火種があれば火をつけることができる。いいね。いっぱい持っとこう。あ、リンゴ落ちてる、最高でーす。ね、初めからこの方が早かった気がするんだけど。ね、そんな気しません？初めからリンゴの木切った。なかなかに破壊を。これさ、どうやったらリンゴ焼けるんだろうね。リンゴ焼きたいんだけど、私。リンゴ手に持つ。やばい、自分ごと燃えてる。置く？取る。どうやったらリンゴ焼けるの？遠くに置く。ここ？燃えたっぽいよ。ああ、ファイヤーしてる、ファイヤーしてる、ファイヤーしてる。ちょ、待って。リンゴ、ダメだ。焼き方がわからない。まあいいや。とりあえず、行くわ。ちなみに、お腹とか空かないの？大丈夫？なんか落ちてない？違うわ。なんかいるんだわ。なんかいるんだわ、とか言って。まあいいや、木の枝でも振り回しとこうか。とりあえず。なんかあるわ。あ、キノコ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 。待って。これさ、転がるとかできないの？あの、回避方法、あ、ジャンプ。ダメだ、回避わかんない。回避ないの。木の枝対木の枝！木の枝が折れた！拾う！すかさずお前の枝をもらおう！あー、やばい！よし。え、倒した？初めての討伐成功した？なんか一瞬だけやらせてもらった記憶あるんだけど、めちゃくちゃ進んでたから、全然この始めらへんとか知らないよね。どこ行けばいいってで、迷うなってすぐ。え、なんかいなかった今。うわぁ！浮いてースライム？木の枝が壊れちゃった。あ、なんか落ちたよ！チュチュゼリー。チュチュとそっくりなプルプルした塊、とても不安定な状態で何か刺激を与えると変化するらしい。刺激を与える。つつくとか叩くとか投げるとかわからない。まあ、いいや。次！どこ？ここ。あ、壊れた武器。でも松明、やだな。壊したくないな、私。で、この岩転がったりしない？なんかしそうじゃない？ほら。いけ！なんかいる。うえー！倒した。押せない。ダメ？なんか落とした？落としてないな。使いたくないけど。あ、木の枝持ってんじゃん、私。行くぞ！はっ！強いのかわからないけど、なんか、飛び込んだら強そう。あ、いいのあった！うわっ！取られた！取られたわけじゃないか。もともとあいつのものか。重たいな、これ。
よし。よしよし、いいんじゃない？おーおー、ボココンボ？ボコゴブリンが獲物を仕留めるその一点のみに注力して作り出したコンボを無理をすると。あ、でもいいじゃん。木の枝より絶対いいよね。よっしゃ。Thank you. ありがとな。お、角だ。やった。なんか、なんて書いてた今。虫がどうたらって書いてた気がする。よしよし。これのおかげじゃない？一匹倒してたよね、多分ね。まあ、気づかなかったんですけど。はじめにもうコンボ落ちてた気がするもん。こっちか。あの煙があるところ違うね。頑張りゲージがなく、あ、そうですね。そうだよね。どう考えてもスタミナだったもん。もうダッシュしちゃった。ここ？なんかカエルがいる。こういう生き物たちって食べれるの？食べることしか考えてないね。なんか私さ、防御とかそういうの私も欲しい。ずるい。あ、いいじゃん、いいじゃん。ボコタテ。落ちてる適当な木の板に握り手をつけただけのボコブリンの盾。耐久性も低い。え？盾を構える。あ、盾構えるできるようになった。回避欲しい。旅人の剣！素晴らしい。振りかぶって、投げる、手に持った武器を投げることができる。振りかぶって、ぽい。こういう感じ？剣は投げたくないよ。ボココンボはまあワンチャン投げてもいいかな。これここ？あ、ここだ！と思う。これ？あ、あ、あ、ある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 。かざすとこ。え、わかんない。かざすとこかわかんないけど。セットしてください。セットしても戻ってきますか？シーカーストーン。すごい怪しんでるじゃん。なんか罠ない？大丈夫そう？みたいな。おセッツ。ね、これセットしてこれなくなったらさ、これめちゃくちゃ大事なのにさ、悲しいじゃん。シーカーストーン確認しました。シーカータワーを起動します。揺れに注意してください。タワー？どれがタワー？そこが光ったけど？どういう状態？え、待って待って、怖い怖い怖い。揺れに注意とかいうレベルじゃなくない？めっちゃ揺れたけど。何がタワーなの？おー、揺れてる揺れてる。あ、かわいい。かわいいリスみたいのおる。ペットとかならないかな。肩に乗せて歩きたいね、ああいうの。可愛くない？え？そこがタワー？待って待って。マジで？え、自分乗っている感じ？それとも下にいる感じ？下だとちょっと潰れそうな感じ。火山地帯とさ、なんか雪の場所もあったね。雪原地帯もあるんだ。おー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 おお、かっちょええけど、今私はどこにいるの？かっちょいいけど、今どこに、あ、おお、上もしかして。びっくりだよね。せめてなんかさ、ここにさ、椅子とかってこう座った状態でセッティングさせてもらって、立った状態危ない。始まりの塔。周辺のマップ情報の入手を開始します。あー、ここで電波塔みたいな感じ？え、ちょちょちょ、ちょん、おお、水に見えて水ではないんだね。エネルギーみたいな。わあ、なんかうねうねしてる。あ、出た！周辺のマップが追加されました。あ、どうもありがとうございます。セッティング？OK。Thank you。ん？なんだ？ここは？みたいな。思い出して。何を？え、何を？光ってる。100年の間眠っていた。寝てたから思い出す記憶が100年間ないけど。この怪物が本当の力を取り戻した時、世界を、え、これ、これ、これ竜、竜、ドラゴン、ドラゴン、光ってる光ってる。どういうこと？全然わからない。だから、あそこ魔王、手遅れになってしまう前に早く、早く目覚めさせなきゃいいの？どういうことだ？目覚めさせなければいいのかな？え、あそこにいるの？あれ？あれ？シーカーストーンの示す場所コンプリート。イエー。で？どうやって降りんのこれ？
どうやって降りる？ちゃんともう、あ、う、お、お、お、いいの？ここから。大丈夫？は、あ、びっくり。大丈夫？大丈夫だったわ。待って、落下ダメージとから、食らう？ちょっと離すね。あ、大丈夫だ。え、本当に大丈夫か？なんか怖いな。いや、一段ずつ行くわ、怖いから。なんか落下ダメあるかもしんないし。ここぐらいなら、リンク余裕だけど、もうちょっと高かったらさ、この塔のてっぺんとかから飛んだらさ、なんか、お、びっくりした。今、落下のダメージ食らったかと思った。え？おじいちゃん！何乗ってんの？いやはや、驚いたわい。大地から次々と塔が姿を現しおった。次々、いろんなところから出てきた。ここ以外にも。おそらく、このハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まされたのだ。して、塔の上はどうだった？声が聞こえた。幻聴じゃないよ。頭おかしくなってないからね。城の方から声が聞こえたとな。お主はその心じゃなかった。声に心当たりは。まあ私はなんとなくわかってるけど。そうか、それはなんとも心苦しいの。リンク、むしろその人の声さえわからなきゃどうもならないと。今まで何の冒険をしてたんだよってなっちゃう。お主も見たであろ？あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。あれの名は、厄災ガノン、ガノン、ガノンドロフ。今から100年前、この地にあった国、ハイラル王国を滅亡させた元凶じゃ。突如として現れた奴によって、町は破壊され、多くの民の命が奪われた。ガノンってそんな悪い奴なんだ。ちょっとスマブラのイメージしかなかったわ。そして今日まで100年もの間、王国の象徴であったハイラル城にあのような姿で取り付いたまま、その動きを止めておる。あ、そうなんだ。まあそこに取り付いてはいるんだ。あれはちゃんとみんなに見えるのね。もしや、お主、あの城へ行きたいのか。まあ行きたいっていうか行かなきゃいけないんだろうね。そう言うと思っておったぞ。じゃがここは陸のこと。この絶壁の大地から出ることは不可能じゃ。え？え？ここ陸の孤島なの？なんで？もし飛び降りようものなら地面に叩きつけられひとたまりもないじゃろう。やっぱダメじゃん！飛び降りたら。まあわしのようにパラセールを持っていれば話は別じゃ。それください。それください。いいじゃろ。じゃが、ただというわけにはいかん。そうじゃな。ではあるところに眠るお宝と交換というのはどうじゃ。おい。頑張ります。閉ざされた大地。そうなんだ。高いってことか。もう、なんだ、断崖絶壁の上にいる感じ？ちょっとわかんなくなった。チャレンジが起こったら、プラスでここを開く。わしについてまいれ。おじいさん、走ってもいいですよ。僕少し走れるんですよ。てか、おじいさんでっかくないですか？座ってるときあんまり気づかなかったんですけど。あ、でもリンクがちっちゃいのかな？ぐるぐるしてる、おじいちゃん。どうして今、わしの見ている先に怪しげに光る祠の、あれかようなものが見えるな。マグマみたいなやつ？あれは、塔が地面からせり出したのと同時にあのように光り始めたのだ。あ、そうなんだ。マグマかと思った。ああいう場所には大概お宝が眠っておるものよ。パラセールが欲しいのじゃろ。お宝楽しみにしておるぞ。パラセールまたは作り方を教えてくれれば頑張って作る。うん。作るの大好き。水の中って泳げるの？水の中、え、水泳げる？これ飛び込んでも大丈夫？飛んでいい？いい？あ、飛ばなくてもいけそう。水の中行かなくてもいけそうだった。回ってけば。ちょっと怖いからまだ水入らんどくね。よいしょ。全然こっちから回っていけるじゃん。水の中入れたのかな？なんか、わかんないからさ。どれだけリンクが万能か。意外とスタミナはなんか減るの早い気がする。ほら、すごいガンガン減る。走れない。あー！入っちゃった。普通に泳げるわ。普通に泳げるわ。なんだ。なんだ。泳げるじゃん。これ何？お世話しないのか。あ、また。これですよね。びちゃびちゃになってる。え、すごいびちゃびちゃになってる。リアル！今水の中に入ったからびっちゃびちゃ。
すごくない？リンクすごい水滴りをしてる。一回こうパッパッってやった方がいいと思う。ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。ワープとかもできるんだ。内部へのロックを解除します。開いた。これワープされるの？え？調べる。ワープすんの？おー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 おおお、下か。なんかふわってワープするのかと思った。おお。エスカレーターじゃなかった。エレベーターか。祠を訪れし者よ。我は魔王ぬ、あ、読み切る前に消えちゃった。魔王ぬの祠。え？ちょっと一瞬見渡すよ。なんもないね。なんか音だけがデーンっていう音だけ聞こえてるけど何もないよね、今。今、現時点何もないよね。いけないよ。わかんない。いや、戻っちゃうじゃん、だってこれ。壊れるとか、実は。ボゴコンボが壊れそうだ。まあ、壊れてもいいや。違う。これが壊れるの？あ、壊れた。え、ダメージ与えられてんのかな？コンボが壊れるぐらいってことは。いや、違う気がする。コンボの無駄遣いしてる気がする、私。ここじゃん。完全にここじゃん。ああ、コンボの無駄遣いしちゃった。普通に開きますやん。シーカーストーン認証、アイテムの入力を開始します。ねえ、普通にもう、ただ単純に壊しただけ。マジ無駄なことした。力技でやろうとするのがいけないところ。開いた？マグネキャッチ。金属製のものを磁力で動かす。アイテムが追加されました。持ち上げて自由に動かすことができる。へぇー。で？アイテムを使う。シーカーストーンのアイテムを使う。これかもしかして。そういうことか。あ、これじゃん！無駄なことした。なんかどっか置くとこある。わかんない。これでももう穴開いたよ。一回ちょっと置いてみる。ほら。穴開いた？水？これ普通に一個だけずらせばいけんじゃない？あ、水の中入っちゃった、また。入る意味。上がれる？これ。上がれるわ、普通に。これで？いや、いけた、いけた、いけた。へぇー。面白い。あんなのもできるんだ。こういうのも動くんじゃない？じゃあ、ほら。撃っちゃった、なんか。間違った。動くわけじゃなかった。これは？あ、これは？あー、抜けたよ。へぇー。よいしょ。こんなことができるんだ。面白。待って、敵がいる。旅人のチャッチー剣で なんとか。危ねえ！落とされたわ、普通に。どうやったら登れんの、これ。落とされちゃった。痛い。あった、階段。もう、やめてよ。うわ、早い早い動き、びっくり。見えない、見えない、見えない、見えない。こうか。危なっ！おぉ、そんなに強くなかった。あ、爆発！危な。なんかある？あ、なんかある。古代のネジ、古代の機械に使われていたらしいネジ。何度回してもすり減らないんだって。これはもう完全にわかりましたよ、私は、今。え？ボタン間違っちゃった。こうして、こっちこっち、こっちこっち。これ A 押しっぱにする意味なかった。今めっちゃ A 押しっぱですごいやりづらかった。こうじゃん。これも開くの？開くね。おー、簡単に開くね。あ、閉めちゃった。違う。間違った。閉めちゃった。ここで離すのよ。一緒に動いちゃダメじゃん。閉めちゃったじゃん。
なんもないよね。これは、なんだろう。え、なんか、なんだろう、ミイラみたいのいない？目の前に。大丈夫？リンク触って。おぉ。あ、開いた。開いたのか。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。我は悠久の昔、女神ハイリアの啓示を受けし者が一人。この試練の祠を作りし者、マ・オーヌ。あ、この人がマ・オーヌさんなのね。ここを訪れる者の、誠の実力を見極め、厄災討伐を果たせるよう知るべとなる。英語とも思えるが、流れの中、ついに真の勇者が訪れた。ちょっと消えるの早かった。今こそ女神ハイリアの名において、克服の証を授けよう。何の証？克服の証？どんなもの？なんか出てきた。お？おー。宝っていうか自分になんか入っちゃった。なんだ？みたいな。試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。宝じゃないかも。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。あ、消えた。あ、でも、ずっとここで座ってたんでしょう。よかったね、役目が終わって。よかった、やっとリンクがたどり着いて。え、おじいちゃんごめん。なんかね、宝ね、入り込んじゃって体の中に。あげられないかもしれない。どうやら克服の証を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。え、わかった、上で言ってる。千里眼というやつじゃ。歳を取ると目の前のものは見えにくくなるが、逆に隠されたものが見通せるようになるのじゃ。そう千里眼は手に入らない。誰にでも身につくものではないがのですよね、ですよね。フォフォフォ。しかし、塔の出現といい、この祠といい、すべてはお主の腰のそれ。どれ？あ、これ？シーカーストーンとやらに縁があるようじゃな。パラセールは？人の話を聞け、怒られちゃった。怒られちゃった。だってどうしてもパラセールが欲しくて。その昔、この地には、シーカー族という高度な文明を持った民がおってな。その英知の力によって、この地を幾度となく脅かした厄災を払ったそうじゃ、シーカー族強。かの文明は遥か昔に消えた、耐えたか、耐えたと聞いていたが、まさかこんな祠に隠されておったとはな。よいか？こうした祠は、この地にいくつも存在する。この大地にもあと三つほど、三つもあんだ。そのすべての祠で克服の証を手に入れたとき、お主にパラセールを渡してやろう。話が違う！うむ、少し気が変わっての。だがお主であれば、そう大したことでもあるまい。その代わり、祠探しのコツを教えてやろう。祠に限らず、物を探すには高いところから見渡すのが一番じゃ。まあ、そりゃそうじゃ。そうじゃの。もう一度さっきの塔に登ってみたらどうじゃ？嘘でしょ？ふぅふぅふぅ、慌てるでない。もう一ついいことを教えてやろう。シーカーストーンのマップを見るがいい、マップ。はい。お主が出てきたこの祠、そして塔にも青い印がついて、あ！これがワープ？うんうん。シーカーストーンの力を使えば、この場所にワープできると聞いたことがある。おじいちゃんよく知ってるけど何者なん？と言うても昔の話じゃ、嘘か誠かはわからんがな。ここ？え？これ？おお、できるじゃん。この上にいるときだけできるのかな？そりゃそうだよね。どこでもできたらめっちゃ簡単だもんね。盾を構えてタイミングよく相手の攻撃を。待って、おじいちゃん早くない？おじいちゃんもワープしてきたん？嘘。こんな追いぶれに遅れを取るとは、こんな追いぼれに遅れを取るとは、お主まだまだじゃの、ワープした。ふぅふぅふぅ。ワープなのせんでもお主に負けるようなわしではないわ。ただもんじゃないな、このおじいちゃん、やっぱり。さてさて、お主をここに呼んだのは、ここが祠を探すのに絶好のポイントだからじゃ。お主、シーカーストーンに望遠鏡の機能があることは気づい、全然、全然。ズーム機能あんの。望遠鏡を覗いて祠を見つけたら、ピンを打って目印にすることができるのじゃ。押し込み？押し込み。ピンはマップでも打つことや消すことができる。お主の思うところにピンを打って
見るがいい。どうして知ってんの？当主の子というやつじゃ。信じる信じないはお主の勝手じゃがな。早速ここから見回して見るがよかろう。このおじいちゃんマジでなんか、ただもんじゃなさすぎるでしょ。こう？こういうこと？いや、完全にズーム機能。これ、ほこら。ほこら1。あと3つぐらいあるってなかった？なんか、おのおのこの岩場地点にありそうな気がする。違う。俺はガノンがいるところか。わかんない。あ、ある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 。え、これはクリアしたところ？どこに行ったのかもうわかんないんだけど、自分。じいちゃん、わからんばい。わからんばい。あれは私がマークつけたとこだよね。1。なんとなく見渡してからピン打った方がわかりやすかったかもしれない。普通にこう見渡してこの辺にあるかなみたいな。見てからピッて打った方がわかりやすかった気がする。ほら。ほら、あった。これで3つ？はじめからズームするっていうのが間違ってたかも。これも ?4 つあるよ。で、4つあるおじいちゃん、どうすればいい？コツ教えて。新しく覚えた操作をポーズ画面、OK？ OK。シーカーストの貿易を使った。え、もう多分あるはず。もう行けばいいのかな？なんかわかんないや。もう多分見つけたから行ってみようか。行ってみればいいの？トカゲや蝶など一緒に料理で煮込めば特別な効果を持った薬を作ることができる。え、食べれるの？トカゲとか？え、多分ほこら見つけたんだけど。なんか違うとこにもピン刺してる気がするけど行ってみようか。どこが一番近い？赤？え、私、おじちゃんの、この日に、ピン刺したんじゃない？違う。あ、違うね。大丈夫だね。焚き火に火刺したかと思う。火じゃないや、ピン刺したかと思った。おじちゃんマジで一瞬で動くな。まあまあ、行けばよかったんかい。なんかピン刺せたよみたいなさ、報告が必要かと思ってめっちゃ困ったやん。大丈夫、ありがとうおじいちゃん。私は行くよ。なんか合ってるかもわかんないピンが何箇所かあるからさ。頑張っていくよ。なんで緑もついてるん？なんか緑のピンない？気のせい。とりあえず赤に向かってみようか。この暗いのって寝れたりしないのかな？お、時の神殿跡。宝物ありそうじゃない？勝手に。宝物ないかな？時の神殿ですよ。だって一つぐらい宝物あってもよくない？ないかも。あ、シーッていうことなかった。全然 C できなかった。シーッて。こっそり近づいて倒そうと思ったのに。宝箱なんてものはないのかな？ていうかここで時間が経つんだね、ちゃんと。真っ暗すぎて見えづらい。朝になってくれないかな？寝るとかできないのかな？寝るはなさそうだな。寝てほしいな。暗くて見えづらい。あ、あそこが、の方が近いかも。行ってみるか。どっちが近いってこともないか。これそうだよね、やっぱり。よしよし、行こう。気をつけないと崖から墜落みたいな。ありそう、ありそう。怖い、怖い、怖い、怖い。見えない、見えない、見えない。暗くて見えない。でも崖を降りることはできる。OK、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 OK。断崖絶壁でもない。大丈夫だ。リンクならいける、リンクならいける。なんかさ、湯気煙みたいなの出てない？これ、この後になんかさ、移動し、できるもの増えたりするのかな？結構遠い。調べる？おうおうおう、なんか落ちてた。気づかなかった。え、なに？あ、なんか動き出した！やば！ちょっと待って、逃げよう。逃げる気もあんま。初めから逃げようとすな。大丈夫？え、いやいや、狙われてるって、絶対狙われてるって。やばいって、やばいって、やばいって、やばいって。わあ、ほら、死んだ。あー。一撃で終わったー。
絶対近寄っちゃダメなとこだった。何あれ。あ、ここで直前セーブだったの嬉しい。アイテムとかはちゃんと持ってんだよね。持ってる。大丈夫。大丈夫とか言って。持ってる大丈夫。うん、大丈夫。ちょっと待って。とりあえずそこが危険だってことは分かったから、そこ、あれには近寄らないようにしようか。え、これ近寄ってないよね、多分。怖っ。マジで一撃じゃん。あれ、どこだ？この辺だよね、きっと。あった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 。え、こいつの後ろ、嘘でしょ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジか、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 マジか。終わった。もうなんで。落ち着け。怖い怖い。お、古代のシャフトなんかゲットした。こいつがやばいの。ちょっと、どっか違うとこから行けるはず。え、いっぱいいる？もしかして。違うよね。他にもいるわけじゃないでしょ。え、違うよね。怖っ。他にも動き出したりする？もしかして。あと、そこか。この上から行こうしたら。下に降りると、やつに、引っかかる。あ、行けた、行けた、行けた、よかった。うわー、びっくりした。ちょ、待って、びっくりさせないでよ。本当に、もうやめてよね。よし。骨をゲットした。え、ボコゴブリンなのに、待って待って待って。え、どういう状態？骨で動いてんの？ゴブリンなのに。牙もゲットした。なんかいっぱいもらった。盾を素早く変えることができる。これまだ動いてない？怖い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 。なんかいっぱいもらったけど、物は。ボコ盾は一緒やん。え？手で戦うの？私？とりあえず調べる。オッケー。よし。オープン！ Thank you. 入るよ。行ってきます！お邪魔します。祠を訪れし者よ、我はジャ・バシフ。女神ハイリアの何おき試練を与えよう。ジャ・バシフの祠。じゃあそこそこにいるんだね、みんな。みんなとか言って。え、何もらえる今度。これなんかまたアイテム？アイテムの入力だね。何もらえるんだろう、アイテム。もらえそう？おうおうおお。なんだこれ。リモコン爆弾。二つあるんじゃない？しかも丸と四角があるんだけど。アイテムが追加されました。ありがとう。Thank you, thank you. アイテムを切り替える。長押して切り替えね。OK, OK, OK。リモコン爆弾二つ。四角はやっぱ置いたりするようなのかな？丸いのは転がすみたいな。よし、やってみるか。四角を投げて、L？ 起爆。おお、すごい。めっちゃ勢い強くない？あ、ここも？四角で投げて、おお、いいね。これは強いわ。逆は何もない。え、こっちだよね。あ、階段ある。上がって、で、なんだこれは。乗ってくの？え、乗るわけではないよね、これ。あ、わかったわかったわかった。違う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 。間違えた間違えた。これは、私が乗るんじゃなくて、ここに爆弾だ。はい、失敗。失敗なのよ。ここに爆弾を乗せて、持ってってもらうみたいな。はい、焦りすぎ。ダメじゃん。はい、落ち着いて。っていうかこれさ、普通に私持って、向こうにこれを乗って、これの方が良くない？いけ！よし！絶対こっちの方が早かったよね。置いてくるで良かったと思ってる。マジで。よし、これで先行けるでしょ？階段のし、え？なんだ？
吹っ飛ばすの？爆弾？これ飛ばせばいいの？え、やってみる？あっちか。手前あるもんね、だってね。奥に、待ってよ。次か。置いて、ドーン！ボーン！え？違うか。あ、自分が飛ぶのかな？行きます！ヘイボイ！めっちゃ手前落ちたんだけど。え、どういうこと？どういうこと？ここの上に乗ります。もっと高い位置か、ここか。で、飛びます。来ました。あ、宝箱ね。ここは普通に宝箱じゃん。宝箱をゲットします。琥珀。装飾品や工芸品にも使われてきた。琥珀何に使うんだ？売れる？もうお金にする気満々だけど。え、あとは？あ、あっち側にもあるかな。反対側にもあるかも。え、しゃがむ？しゃがむこれでできるんじゃん。今やっと分かったよ。しゃがむってあったんだ、普通に。ここ？ここに。これ爆弾じゃん、完全に。これだ、ここが爆弾か。ここに爆弾を投下して、よし。間違えた。爆破させて連続で出したかったの、失敗。ここに爆弾を投下します。飛んでけ、ピューン！ドーン！よし。もう一個ぐらいいっとくか。もう一個ぐらいいっとこう。落ちちゃった。これ普通に行った方が早かったや。普通にここ登ってこれで置いた方が早いね。単純に。単純にこれの方が早いかなって。ドーン！ちょっと近かったや。危な！危な！近すぎだから、普通に。失敗したわ。今めっちゃ近かったもん。よし、たどり着いた。来た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 。バーン！パラララララン！シャキャン！試練を克服され、よくぞここまで、あなた様こそ、孫をことなき勇者。今こそ、女神ハイリアの名において、幸福の証を授けましょう。ありがとうございます。嬉しかです。2個目、ゲッツ！ありがとう、克服の証、ありがとうございます。Thank you です。来た！克服の証。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。安らかに。お眠りください。ありがとうございました。よし、2個目ゲッチュー。はい、ということで、二つの試練をクリアしました。ちょっと初めてゼルダやってみてるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね、このゲーム。ちょっとここからまたね、ストーリーが楽しみです。ぜひ、この続きも楽しみだよって方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。